昨年は工学部の、50周年記念祝賀会にも、たくさんの、ご支援をいただきました。本当にありがとうございました。今の大学のトピックスを、いくつかご紹介したいと思いますが、昨年末に採択されました、文部科学省の私立大学研究ブランディング事業、事業名はですね、色で明日を作る、未来を学ぶ、世界をつなぐ工芸カラーサイエンス&アートというんですけれども、今、文科省からたくさんお金をもらってやってます、今年度からその活動が本格化しておりますけれども、工学部と芸術学部の両方の、教員による、16件の色に関する研究、これがスタートしております。それからですね、厚木キャンパスの12号館の2階に今、色の研究センター、それに付随するギャラリーを作っているところです。もうすぐ完成しますけれども、そのギャラリーでは色のサイエンスを、楽しく、子どもたちとか中高生またその親御さんたちに楽しく学んでいただけるようなメディアアート作品を展示します。7月22日ワクワク工芸ランドというのがあるんですけれども、その日は工学部のオープンキャンパスもあります。その日にギャラリーがオープンします。その後もですね、火曜日から土曜日まで朝10時から5時まで公開しますので、ご都合がつくときにぜひ来ていただいてご覧になっていただきたいというふうに思います。それからですね、もう一つ、10月にですね、厚木キャンパスにおきまして、厚木ロボットフェスティバルっていうのを、開催しようとしております。これまでマイクロマウス大会っていうのを、2年前とか3年前に、開催しまして、その時も、同窓会の、皆様からご支援いただいたんですけれども、今年はですね、マイクロマウスだけじゃなくてスモーロボット大会、それからロボット格闘技大会、3つの大会を同時開催、する予定です。でさらにそれだけではなくて、いろんなワークショップ、開く予定です。色に関するワークショップも、やる予定になってます。で、さっきの色の研究センターの方は文部科学省からいっぱいお金もらってるんですけども、ちょっとこのロボットフェスティバルの方はですね、なかなか予算が足りないという状況ですので、そちらの方もぜひご支援いただければというふうに思います。こういった授業を通じてですね、工芸大の、ブランド力を上げて、またそれを、社会に、発信していく。それによって、もっともっと工芸大学に皆様からも誇りを持っていただけるようにと、思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大学でもいろいろなことをやろうとして、また、10月の厚木ロボットフェスですか、はい、これも今神奈川県が確か主催して運営して、神奈川はロボットのトップになってるはずなんで、その辺もまた進んでいってるんじゃないでしょうか。
ここでちょっと乾杯の前に、私ども同窓会の役員で、今年新しく、